じゃあいきます。こんばんは皆さん、どうもミキと。おはこんばんは皆さん、ゆまちです。おはこんばんは皆さん、ゆきぽよです。ということで、なんで私はこんな姿にって思った方は、動画の概要欄にこのお二人の私がこうなった虐待下げてる姿があの動画が URL 貼ってあるので、ぜひぜひご覧ください。自己紹介をお願いします。ゆまちです。ゆきぽよです。なんか元気なくなりました、ね、はい、ということでですね、まあ人生においてこんなね、ギャルの二人に囲まれることもないんですけども、絶滅危惧種だからね、ギャル自体が大事にして。そうなんですね、いないから日本にあまり。優しくして、うん、優しくして保護してお願い、動物繁殖させて今日はですね、二人にちょっと悩みを、悩みとかあんの？ちょっとさっきパッと思いついたんで言います。あ、思いついたまあ本題に入ると、私の悩みなんですけども、そんな重くないですよ。最近も夏休みじゃないですか、世間は、うんうん、私はあんま関係ないんですけど、うん、中指立てたもんね昼と夜が逆転しててどうすればいいの？あサイレンみたいになっちゃったあるあるだわ。でも夏休みあるあるだね。あるある。どうすればいいと思います？結局、うん、もうなんか朝早く、次の日朝早いなんかが入ってたりとかすると、うん、オール前日にオールとかして、そのまんまじゃないとダメなんですけど、なんかないですか改善点？もうなんかそうしない。逆に今の生活サイクルは何時に寝て何時に起きるの？よ4時とか5時一緒同じだった。悩みの相談に同じだった。同じだった。何時に起きるの？もうひどい時だと5時の鐘だと思います。約12時間13時間ぐらい寝てるってこと？そうですね、びっくりしました。どうなんですか？今は超完全昼型人間。夜は出歩けない、出歩けないというか、もう家に帰りたい人。お利口さん。なんかそういう風に見えないんですけど。そう、よく言われる。ね、見た目だけギャルで中身は普通の人なんです、私。私？そう、ギャルが好きなだけで。ああ、なるほど。生活面は多分、まあ、ネクラというかオタクというか、いやいや、なんていうか普通の女子。意外性があるんですよね。そう、ないです。逆にもう中身と見た目一緒よ。あ、同じです。朝4時に寝て、昼の2時に起きる。そうそうそう、睡眠時間長いんだね。長いです、ね、なんであれだよ、強制的に毎日違う友達とランチの予定を立てよう。あ、なるほど、それだ。楽しいじゃん、一人より。なるほど、確かに、確かにそれはある。誰かとはもう出かけなきゃいけないって言ったら、待たせなきゃ、待たせちゃいけないって気になるから、頑張って起きようとするじゃん。なるほど。これが一人でランチとか、じゃあお昼は絶対散歩行くぞなんつったって、まあ絶対もう起きたらなるほどなるほど。なんかそう、人と何かをするっていう約束をお昼の時間帯に作ってあげる。それか、はい、もう寝ない。寝ない、それ実際それ。寝ない。さっきの真面目な話何だったんですかそうなんですよ、寝れなくなっちゃうんですよね。寝れないならもう寝ない。寝ない。あと運動しよう。あ、運動すると、それはある。疲れて眠くなるから、夜に楽しみを見つけちゃいけないよね。そうですね、昼の楽しみをさ。そうなんですよ、そうなんですよ。昼に楽しいことってないんですよ。ほら、夏といえば海。海。そしたら必然的に体も体力も使うし、あ、夜はもうお家に帰って寝たいなって、うん、なるほど。あとは朝食をスペシャル美味しいものにするとかさ。あ、楽しみ。そう、楽しみで起きなちゃう。周りから攻めてこう。周りから環境を、解決しましたね。うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ないです、またいつでも相談があったり言ってそうですね、うん、ということで、はい、まあ、ギャルとコラボしてみたという動画でした。2人のチャンネルは動画の概要欄に載っけとくので、見て見て見て、お願い。ということで、では次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。バイバイビー。なんか一言。おはこんばんは。おはこんばんは。OK です。ハッシュタグうろ覚えで書いてみようっていうやつ知ってますか？私の周りの人たちにも書いてもらったやつです。それもご紹介していこうかなと思います。うちのおじいちゃんです。なし、なんか足震えてんだよね。なし。おばあちゃんじゃん。何たんじゃないよ。